はい、こんにちは、今日はですね、現行車褒めちぎるコーナーということでですね、ハーレーダビッドソン東久留米さん、はい、お邪魔いたしております。こちらはですね、今現行で、現れたハーレーダビッドソンの新型、はい、ご紹介ください。バイク、例えばいたずらされたら、俺だったらめちゃくちゃへこむ、ね、ハーレーダビッドソンが起こる、ミルウォーキー8エンジンのブレイクアウト、ソフトエールスシリーズのブレイクアウトですね。ミルウォーキーエンジンって何ですか？ミルウォーキー8。ミルウォーキー8。はい、ミルウォーキー8っていうのはあのエンジンの名前ですね、はい、あのこれはミルウォーキー8になる前はツインカムっていう名前だったんですけど、今はもうミルウォーキーって M8 っていうんですけども、はい、まあ、8っていうのはまだ、うん、あの4つバルブがあるので、それが、前と後ろ で8本それで、8つということですね、うんうんうん、ミルウォーキー8という名前がついてます。なるほど、はい、はい、まあ、外の音入るかこう閉めちゃいましょうかね。これ閉めますか、はい、はい、あのここあれなんですよ、あのブワーンとかやるところで、ね、防音はね防音はしっかりしてるんですね。急遽ですね、あの別件でお邪魔してたんですけど、はい、あの珍しく新車入ったっていうことなんで、あの撮らせてもらってます。でも長いことあんま入荷がなかったですよね。そうですね、なかなか新車入ってこないですね、そう今ね。今年、まあいろんなですね、あの感染症の煽りとかでですね、あのなかなか紹介できるバイク、新車のバイクが入ってこなかったっていうのもあったんですけども、はい。で、これすいません、これノーマルですか？これね、ノーマルなんです。これね、あのちょっと色が特殊で、これ、はい、スネークベノムという、ね、蛇の毒という意味なんですけども、はい、ちょっと特殊なあのカラーコーティングがしてありますね、はい。これナンバーワンとかちょっと入ってますよね。これまた色が、塗装がすごく綺麗ですね。そうで、まあ、前と後ろのペーターとそのタンクが色ついてるんですけど。はい、はい、まあ、体中に犬の毛がついてるから、今度は触ったら商品価値が下がってしまう。すごい、ね、見る角度によって色がだいぶ変わって見えますね、うん、へえ。っていうか黒いですね、いろいろ黒いですね。ハンドルがね、もう指紋つけるから触らないですけど、あの黒いとか、はい、はい、トップブリッジが黒いとか、あちこちそのツヤありの黒でこう塗装されているんですけど、うん、これはなんかこう、はい、今のトレンドというか流行りなんですか？あのハーレーってやっぱりこの塗装が強いっていうのが一つの売りでもあるんですよね、うんうん、何層にもこう重ねて、それで何回もテストをしてから売り出されるので塗装はすごく強いんですよね、うんうん、なのでやっぱりちょっとやそっとじゃ傷がつかないんですよっていうのが一応売りらしいです、はい、だからちょっと傷ついたりとかしても、はい、ちょっとこすったりとかね、こう磨いたりとかすると取れちゃったりとかねする時もありますね。ちょっと僕の小銭とかこうやってみてもいいですか？そっか、だって傷つかないんでしょ？傷、まあ、つきづらいということですね。はい、はい、へえ、そうなんですね、ええ、だからこそのね、このヘッドライトも、ね、こういう、うん、こういうそのアウターとかの塗装って、はい、あまり見ないですよね。あ、そうなんですね、うん、てかここがその大体トップブリッジのところとかですね、ステムのところとかってあの磨いてないんですよ普通は。あの胃肌がそのまま出てる感じが多い、うん、てかそれが普通だと思ってたんですけど、まあ、こんなにピカピカにするっていうのはね。ハーレーのパーツ、ハーレーのウェアの求めはラッキースカルで、みんなよろしくね。あのそうですね、お客様によってやっぱりあのうちのガラスコーティングかけてくださいっていう方がいらっしゃるので、はい、さらにこう、はい、持ちを良くしたり傷がつかないようなコーティングはこれからします、シート以外はほとんど全部かけます。こんなにピカピカなのにガラスコーティングしちゃうんですか？さらにガラスコーティングをして、光沢を出して、はい、やっぱり長持ちさせたいですよね。そう、わかるんですけど、いくらかかるんですか、それ。いくらかかるんですかね。でもそんなにもうあのそんなベラボーに何十万とかかかんないですよね。あ、うん、十何万ぐらいですか？そうです、それぐらいで、ほほほ、安いじゃないか、じゃあ私もガラスコーティングしてもらおうかな。あ、爪とか、はい、爪ですか？歯はどうですか、ね、あ、歯いいですね、虫歯ならなそうですね、はい、そういうのもできますよね。へえ、ガラスコーティングもこちらでなさるんですか？はい、あ、うちでやってます、ガラスコーティングは、はい、なんかやたらとすごい化学力をお持ちの、
これもう完全今箱出しの。そうで箱さっき出したばっかりですね。でまあラメがねある程度こうやっぱり入ってるっていうのがこうラメを出すっていうのが最近キャンディーフレークとか昔は呼ばれてたんですけれども、それっていうのがやっぱりこう何回も何回も重ねるうちにそういうのを順番に入れていったりとかね、そうすることによってまた塗装が強くなったりですとか、うんうん、あの下からこう浮き出るような感じ、さっきね、うん、二宮さん色に見ることによって違いますねっていうのが、そうちょっとそういうの昔で言うマズオラみたいな、そうだからそういういろいろ工夫はされてますよねやっぱり、でまあ、あとあのまあブレイクアウト自体がすごく人気車種ではあるので、うんうん、まあ、あと後ろタイヤすごい太いですよ、240履いてるんですけれども、240とか240でこれをまたね260にされる方とかもねカスタムでいらっしゃいますし、240っていうのは240mm ですね、240の40とかってことはこのぐらいの厚さ、そうですね、はい、すごい。これがやっぱりブレイクアウトというとね人気ですよね、はい、最近ファットボーイも同じ太さのを使ってるんですけれども、まあやっぱりブレイクアウトのこういうこのパターンですね、タイヤパターンとかすごく人気ですね、これはすごいミシュラン、はい、わーね、まあまあ、もう当たり前ですけどラジアルタイヤですね、はい、すげえな、どんな曲がり方するのかな、うん、すごい気になる。フロントのフロント大きいですね。これ何インチですか？これはね、あの19インチ。ちょっと大きすぎるかなと思ったんですけど、やっぱりこれもね、結構ね、はい、皆さん困れる理由だと思うんですけど、19でしたっけ？見えないです。ちょっとすいません、見づらいんですけど。皆さんあのいきなり打ち合わせなしでやってるんでテンポが悪いんですけどね、21インチだ、あ21、あそうですね、20、へえ、21、そうですね、そうやっぱね僕の中でそのアメリカンバイクもハーレーっていうとフロントがこういうイメージなんですよ、21インチですよね、130-60、なんか割とこう細くてこう大口径のタイヤをこう履いてて、うん、でそうですね、こうあのキャンバーグがすごいついてて、でフォワードコントロールで、これフォワードコントロールって言えるんですか、これ、そうです、フォアコンですね、やっぱり前に足投げ出しますね、でも昔のフォアコンに比べるとだいぶ手前、そうですね、ちょっと手前もっと前でしたよ ね、ですよね、そうだ、これなんかすごくこうなんていうんですかね、その一般の僕もそのハーレーの感覚に対しては結構一般寄りだと思うんですけど、一般の人が考えるかっこいいハーレーっていうとやっぱこのスタイルになってくるんじゃないかなって思いますね、うん、ちなみにあのこれ、はい、免許取り立ての人が乗ったらどうなりますか、はい、あ免許取り立てもう全然乗れますよ、あのさっき言ったそのフォアコンだったりとかあると思うんですけど、はい、そこまで前じゃないと思うんですよね、はい、あのまあ、実際またがってみると分かる、あこれぐらいだったらなっていう感じだと思うんですよ、うんうん、でやっぱりハーレーって長距離走る方が多いですよね、うんうん、で長距離走った時なんかはやっぱりあの足投げ出してる方が逆に疲れなかったりとかもするので、うんうん、結構あの初心者の方なんかでも、ええあのね、ブレーカード欲しいなっていう方はねぜひねちょっとね、はい、あのうちにご相談してみていただければなと思います、こんなに綺麗な塗装のバイク例えばいたずらされたら俺だったらめちゃくちゃ凹む、いやーね、うん、いやね僕ね思うんですけどこの色絶対女の人結構好きですよ、あ女性の方ね、ぜひねすごい、そう思う、ちょっとこれライト向き変えても変えますね、ちょっとね変えられるのかな、変えられますよ、 あっちから飲み酒くださいね、あちょいちょいちょい、これを当ててやるとまた分かると思うんですけど、あーいいですね、いいですね、すごくいいですね、そこやっぱさすが新車だけあってですね、あの吹き傷が一つもないっていう、うん、めっちゃ緊張するしな俺、うん、ちょっとね紫に見える角度もあったりとかするんですよね、ちょっと今光当てますけど、うん、どうですかね、いやすごくいいと思います、はい、ピッカピカだなこれ、ハーレーとかこのメッキの輝きが、うん、そうですね、特徴的ですよね、エンジンのね、このやっぱりあえてヘッドメッキにしてるっていうのもやっぱり一つの、はい、やっぱりハーレー、最近ブラックのも出てるんですけども、はい、結構オプションでその色を選べたりですとかね、うんうん、オプションパーツも出てるんですけど、やっぱりメッキが好きっていう方は多いらっしゃる、多いですね。
こちらのハーレー、どんな方が、あの、買われていくケースが多いですか？そうですね。やっぱり、これね、あんまりね、どういう方っていうのはね、限らなく、結構若い人かなと思ったら、結構そうでも年配の人が買ってたりとか。年配の方が今、ちょっと、ちょうど通りすがってご覧になってましたね。うちの、あの、会長さんです。ああ、そうだったんですか。すいません。あの、通りすがりの、あの、おばあちゃんがご覧になって乗りたいのかなとか思ったり。そうじゃないです。そうじゃないですか。はい。はい、あ、すいません。はい。あの、まあ、幅広い層で。幅広い層で乗っていただけると思います。はい、結構我々も、こういう人をターゲットにしようとかね、言うと、はい、結構そうじゃない方が逆に変わる。あ、それすげえわかる。はい。女性だったりとかね。うん、これね、女の人、あの、結構僕の視聴者さんだと、これすごくいいっていう、うんうん、あの、お話いっぱいいると思いますね。あ、はい。ちなみにこちら、おいくら万円ですか？はい。ですね、これがですね、金額ちょっと今、はい、私も来たばっかりでわからないんですけど。はい。まあ、あの、300万円で買えますよ。あ、そうです、そうです。はい。まあ、200、ぴったし270まで買う方少ないと思うんですけど、はい。300万円は大丈夫です、はい。はい。あの、お釣りがきっとね、ちょこっと帰ってきて、ご飯ぐらい食べられるかなっていう。金額の方はまた、あの、提示させていただきます。だと思うんですけど、はい。すいません、あの、ふざけさせてもらってますけど、はい、すいません、はい、あのね、そういう形でですね、まあ、あの、ぜひですね、こちらのバイク見たいな、あの、すいません、試乗はできないんですけど、あの、ご覧いただくことは、あの、できますので、ハーレーダビッドソン東久留米さんの伊藤誠さんに、はい、あの、この動画を見たということで直接言っていただけるとですね、はい、あの、なんかいただけるんですかね。あの、飴とかもらえるかもしれないです。あの、はい、用意しておきます。はい。飴用意して。僕はチョコレートはいいなぁと思います。はい。はい、用意しておきます。という感じです。はい。あの、すいません。今日無茶ぶりさせてもらって、はい、ご協力ありがとうございました。こんな汚い大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。勢いが大事です。はい。はい、